れ様です。今日はもうキャラメルズギターキッチンさんとイデアサンドプロダクトさんと島村楽器吉祥寺パルコ店さん、それが合同でやってるこのギター業界を変えようとしているいや俺がそういうつもりでやってますよ、マジで。いや、間違いないです。ねえ、やりましょうかやりましょう。まずじゃあですね、ギターの方から。これギターのなんか製品名みたいなのあったりするんですか？ V2 ブラックです。 V2 ブラック、これはなんかコンセプトとかそういうのあるんですか？もう見たまんまのデザイン重視。おお、いいですね。なのに音もいいんじゃないかな、はい、完璧じゃないですか。もうこのなんかちょっとこういうなんていうんですか、ね、バインディングで、バインディング、はい、チェッカードステッチっていうんですけど、へえ、まあ、クラフトマンが編み出した塗装法。おお、いいっすね。企業秘密、企業秘密の。これをまずちょっとじゃあ最初クリーンかなんかで弾いてみましょうか。あ、いいっすね。あれも気になる、まあギタリストの人気になると思うんですけど、ここの感じって結構なんか一番ダイレクトにこう来るから、意外とネックの握り心地ってギタリスト結構言うと思うんですよ。そのなんかね、フィット感がめっちゃこう本当に木を触ってる感じがちょっと伝わるというか。変わってくるんで、ぜひ一度弾いていただきたいですね。じゃあちょっとエフェクター足してみましょうか、はい、まずこの青いやつからいきますか。青いやつの名前、ではイディア BMX バージョン1です。バージョン1、
とディープをこう組み合わせてなんかいろいろできるみたいな。あ、そうですそうです。ディープを削ったらどんな感じですか。フライトのみ強くしたりみたいな、はい。サウンドバリエーションいいじゃないですか。これとの相性もいいっすね、うん、なんかこう、ちょいリバーブ入れてみてもいいっすか。一番人気、一番人気ですこれ。分かってますね皆さん。じゃあ次のやついきますか。はい、この赤いやつ、はい、これあの品番は、はい、エリア今度 DSX、 このバージョン2なんですけど。おバージョン2、これバージョン1で昔出したやつ、ちょっと進化させてですね。なんかプレイスタイル的には俺はなんか自分が一番こうコントロールしやすい音色というか、ガーって弾くんで、なんかこの感じ来てもらえたら安心感はありますね。ギュインギュイン来る感じ。でもフロントの感じいいっすね。これもつまみがあるんですよね。そうですね、今ノーマルモードになってます。お、ノーマルフライトモード。あ、お願いします。なんか俺結構ブライトが好きなのかな。ブライトに対しての反応をこうなんか自分でおっっていう感じは今ブライトっすよね。そうです。おブライト好きやな。このフロントにした時のプラス絞ってもいい感じって言ってくれてましたもんね。これこうちょっとフランチめにできるみたいな。ここぐらいから。めちゃくちゃいいっす。この最後は俺がいいっていうところで締めるっていうこの俺のこのお坊ちゃま感いいっすね。いやでも普通になんかあの横浜で弾かさせてもらったり動画で弾かさせてもらったりあのしたことはあったんですけど、またこう組み合わせると違うなんかこう化学反応みたいな
おこっていいっすよね。これ両方揃うとこってここってことですか。ここしかないんじゃないですかね。うわあ、もうなんか俺すごいなんかやらせ感めっちゃ出てる。いやでもちょっと近くの人はぜひ来てほしいですよね。なんかその組み合わせで結構やっぱり変わってくるんで、イデアさんとかまた他のエフェクターもあるし、そうですね、サオもね、ぜひねこの2つのブランドをね、島村楽器、吉祥寺パルコ店さんでね試してみてくださいませ。こんな感じです。ありがとうございました。We'll be right back.